なんでこれまもうた。始まってます？あ、一応もうこんな緩く始めてる感あ、じ本当ですか。今宇宙にいるんですか？違う。この4人もいるんで、会話がどういけばいいかなと思いながら。なるほど。あ、じゃあ皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。お願いします。堀内さんの自己紹介をじゃあ、はい、お願いいたします。すみません、私ピンク堀内と言いましてですね、今は長崎県は大村市の方で、市議会議員というのをやらせていただきながら、東京で20年芸人生活をやっておりましたので、その経験を生かして今地元で YouTuber としてもですね活動して、長崎はもちろんこの大村市を、周知、皆さんに知ってもらおう、大村のファンを一人でも増やそうという活動をしております。こんな感じで大丈夫ですか？全然大丈夫です。素晴らしいです。はい、いえ、先に顔とかいじっときます。次長課長の河本さんに似てるってよく、ね、確かに似てますね。どれぐらいの温度感かなと思ってまだちょっと触れずにはいたんですけど、確かに似てますね。そうなんです。ただ、俺はあの人みたいに面白くねえ。あ、ズームで滑るってこんな感じなんですね。ちょっといきなりすぎて。心の準備がまだできない。なるほど。そういう感じです。わかりました。すいません、ちょっと生きてしまいましたね。ごめんなさい。ザック、バランによろしくお願いします。よろしくお願いします。私が初めて見たときはすごい面白かったのに、なんか。面白くないみたいな、今。カネン、いきなり大トゲかましてるけど大丈夫それ。さあ、トピックに参りましょう。じゃあ、大村市をより良くするためにの方に行こうかなと思うんですけども、はい、大村市を、まあ、今以上により良くするために、どういうことをやっていったらいいかなみたいなことを話していきたいと思ってます。なるほどですね、ありがとうございます。堀内さん的にはどう、本当にざっくりどうやっていけばなんか良くなるんじゃないかなみたいな考えて。なるほどですね。でも皆さんなんか長崎出身なんでね、もうこの大村っていうのが、この新幹線も、2022年の秋にできるということで、新幹線あり空港あり高速道路ありと、まあ、これからね人口が唯一長崎では大村が増えているので、ますます活性化されるんではないかなとは思うんですが、なかなかですね、東京に20年いたのでこっちに帰ってきて思うのは、やっぱりこう若い人が集まる場所とかがないのでね、そういうところがもっと増えていけばななんていうのが一つと、あとはこれ自分も経験したから言えるんですけど、やっぱり一回は長崎を出てほしいですね、若い人には。で、もし戻ってくる時のこの受け皿というか、働く場所があったりとか、今、大村とかでもテレワークでね、仕事なんてできるので、その時にまた大村が人口帰ってきて、移住定住でどんどんこう増えていけばなっていうのが、一番最初のこの自分の中での目標というか、大村をより知ってもらおうっていう考えで、一応ちょっとこの市議会議員っていうのにちょっと立候補させていただきましたかね。とりあえず一旦長崎出ろということで。やっぱりちょっと出てほしいですかね。なるほど。お二人そうでしょうけど、やっぱり東京とか福岡とかでもいいんですけどね、やっぱりこの都会を味わった上で戻ってきたらまたちょっと見方も違うのでね、若い人にはまず出ていって欲しいなという気持ちもありますかね。ピンクさんは何歳の時に東京に行かれたんですか？東京、一応大学を卒業して遅かったんですよ。23で東京に行ってるので、そっから20年なんで43まで東京ですかね。え、今おいつですか？45なんですよ。45、あ、全然見えないですね。あ、本当ですか？68ぐらいかと思いました。いや、増えとるし、より年取ってるし、こういう感じがいいですね、やりやすいですね。いやいや、でもお二人東京に出てるんで、やっぱり東京から見る長崎とか大村ってやっぱりちょっと違ったりもするでしょ。東京ってすごいせかせか
してるんで、なんかこう心の余裕とか常にこう緊張状態にあるんで、多分そういったところです。多分ストレスとかってたまるのかなっていう感じはします。良くも悪くもあれですよ、なんか刺激がやっぱり多いかなって思います。身構えてなくても飛んでくる刺激が多いかなっていうイメージですね。東京の方は確かに、確かにそうですよね。もう見るもんが全てね、やっぱり新鮮だしすごいのでね。大村だとやっぱりのどかっちゃのどかなのでね、その良さがずっといると分かんないので、一旦出てやっぱり戻ってきた時のこの地元の素晴らしさっていうのを常々この3年間で感じましたかね。あの東京に住んでいった時、どれくらいの頻度で地元に帰ってくるんですか、うん、あと帰ってきたいなと思うんですか。これが東京20年間行ってて地元に戻ってきたの、はい、3回しかなくて。何があったんですか。これね、あの若気の至りで売れるまで帰ってくるかっていう気持ちがあったので、なので1回帰ってこれたのが、我が大村市にあの大村ボートってあるんですけど、大村ボートにですね、あの芸人枠のゲストで呼んでいただきまして。それは長崎限定の芸人枠ってことですか。あのレッドカーペットってご存知ですか。はいはいはい、ありましたね。ありました。あの笑い番組に私何回か出させていただきまして、それでその当時の大村市長さんが、大村の星っていうことで呼んでいただいて、今は梅干しみたいにはなっておりますけども。毎回拾った方がいいですかこれ。大丈夫ですか。拾うべきなんですかねこれは。ちょっと画面を通して皆さんのお顔で大体判断しますんで大丈夫ですよ。あ、そういうことですね。はい、見てるよ。見てる。そんなに笑ってないですね。その時にですね、そんなにその全然全国的には知名度ないのに、この大村出身だからって言ってこの呼んでいただいたことにすごく感銘を受けて、あの売れてないのでもこの同じ出身なら呼んで頑張ってもらおうっていうその心遣いというのに感動しまして、なので今度はその自分が売れるのではなく、この大村を売れるというか大村のファンを増やしていけたいなと思って、東京から長崎に大村に戻ってきましたかね。そういうことだったんですね。そうなんです。今ピンクさん、あの YouTuber されてるじゃないですか。はいはい。なんかそういう YouTuber とかインフルエンサーの人たちって別に東京にいなくても地方からこうオンラインでできるじゃないですか。働き方の仕事のあり方みたいなやつも変わってきたので、だんだんそうやってこう地方に戻っていく人たちは今後多分増えていくんじゃないかなって自分も思います。そうですよね。今若い人がやっぱり地方への移住とかも考えて、こういうコロナ禍なのでね、皆さんご存知かどうか分かるんですけど、長崎 YouTube の会っていうのがありまして、そこには長崎県内佐世保も長崎諫早とかで YouTuber やってる人が今100人ぐらいいるんですけど、長崎 YouTube の会っていうのを作りまして。あ、そう、ピンクさんが作ったんですか。あ、いえいえ、長崎市にいらっしゃる方が今会長をやられてるんですけど、その人と手を組んで、今回こういうコロナ禍もありましたので、21市町の観光動画っていうのを作りましてですね、みんなでそれぞれの地元の、でそれを今回YouTube で、21日間ずっと去年の11月にそれぞれをずっと流してリレーをするっていう、YouTuber 界で長崎を盛り上げようなんていう活動もちょっと今しておりますかね。なるほど。なんかその長崎 YouTube 界に在籍してらっしゃる YouTuber の方々はそれぞれこうなんかコンテンツみたいなやつはやっぱ違うんですか。一貫してこう同じものとか。あ、そうですね、もともとやっぱり自分の趣味をやってらっしゃる人もやっぱりいれば、地元を紹介してる人もいる、あと自分の特技なんかも歌を歌ってらっしゃる方もいるんですけど、まあそういう人が一回集まって、今回はそれぞれの皆さんの地元の観光、美味しいもの食べ物何でもいいから紹介しようっていう動画を一回21日間、毎日夜9時に放送しようよというので集まって、で動画を流したところ、それぞれやっぱり回数も伸びましたかね。あのピンクの普段300ぐらいなんですけど、
その観光動画、リレー動画だけは1000回は超えたりするので、やっぱりこう何か皆さんで集まって一つのことをやろうとするとこう注目を浴びて、やっぱり動画も登録者数もみんなそれぞれが上がっていったっていう話があるので、これは今後もちょっと続けようかなっていうのは思ってますかね。リンクさんは大村に帰ってきたらもう表に出るお仕事を MC だったり、あとそういう出演だったりされてるじゃないですか。はい。でもやっぱりそういう人に言葉で伝えたり笑わせたり、そういうことがやっぱりずっと好きだったんですか？そうなんですよね。なので経験を生かして老人ホームとかの慰問にも行かせていただいたり、やっぱりこう笑顔になってもらうのが一番かなとは思っている。まあ今日のねこのズームの会議じゃまだ笑顔は見てないですけども。いや笑ってます、笑ってます、笑ってます。本当ですか？大きな話ですけど、市議の仕事も芸人もこう目の前の人をこう笑わかす、笑顔にするという意味では一緒かなとは思いながら信じて頑張っております。そこはご存知だったりしましたか？今こう来ていただいて、今いろんなお話聞かせてもらったんですけど、はい、なんか自分たちのことってなんか知ってたりしましたか？もちろんカネアンからクリエイティブな人がいると、なんか長崎自体を全部を盛り上げたいみたいな方がいらっしゃってて、ぜひそういう若い人で集まりたいからピンクさんゲストに出てくださいっていうお話をいただいて、簡単に言うと20年前に行った時だからもう10年ぐらい前に知り合いたかったなと思ってます東京でそしたらね、もっとこう東京で、若い人の力を借りてね、なんかこうもっとできたんじゃないかなと思いますけども。いやどうなんでしょうね。なんか自分の勝手な偏見なんですけど、やっぱりこうなんか地方の方に行けば行くほど年齢とかって結構気にしたりしませんか？というのも若い人たちが発信しようとしてもあんまり声が届きにくいというか。あります、あります。なので皆さんまだ20代とか30代とかですもんね。そうです、はい、ちょうどこの橋渡しするのが我々40代50代なのかなと思ってるので、うん、今回こういうちょっとね皆さんとのこの関わり合いが非常に嬉しく思っております。私ありがとうございます。いえいえこちらこそ嬉しいですね。なんか自分たちも東京に出て、はい、やっぱり東京で仕事しながらも地元長崎は好きなので、長崎になんかこうどうにか貢献できないかなっていうのはやっぱそういった気持ちが強くて、でこう今すごいデジタル化が加速してるじゃないですか。なんかそれに伴ってなんかこう自分たちが別に東京にいながらでもこう長崎に貢献できるものってあるんじゃないかなっていろいろ考えて、こういう長崎にピンクさん含めいろんな方々いらっしゃるじゃないですか、クリエイターの方々が。でもやっぱりこういうメディアに出なかったりとかするものだからやっぱこう存在自体がやっぱりあまり知られてないというか、でもすごい情熱がある方たちはすごく多くて、なんかそういった人たちとこう、うん、いろんな話をしながら長崎を盛り上げていけたらいいなと思ってこれをちょっと始めたって感じです。いやー素晴らしいですよ。やっぱりこれからこういう交流人口といいますかね、関係人口というか、まあ、そういうのをやっぱり大切にこのテレワークでねできるこのズームとかでできる世の中になってきたので、こういう番組というかこういうのがね広がっていってほしいなと思う反面、今DX っていうんですか、デジタルトランスフォーメーションっていうらしいんですけど、まあまあそういうのだって僕ら以上の人はもう絶対デラックスとしか読まないですし、いや本当に、なのでね、もうそういうところも我々もやっぱりちょっと勉強しつつ、この若い人にやっぱりついていかないと、もうあれやこれや分からんだけじゃダメだと思うんで、ね、大丈夫です。 DX は自分たちもデラックスって呼んじゃいます、さすがに本当ですか？さすがにそこはデラックス。そうなんですよデラックスの方を忘れてました。お笑い芸人をされてらっしゃったんですか？そうです、コンビでパッチワークっていう芸人を18年間はいはいはい、こういうピンクのスーツを着てですね、はい、恋愛を語るというネタをやっておりましたかね。恋愛ネタですもんね。そこからのピンクですよね。そうです、そうです、そうですね。なんか割とピンクさんと大村で会った時にびっくりするぐらい結構女子の恋愛ネタを持ってるから、すごい女子会にもいてほしいような存在だなと思ってます。女心が分かる男の子っていうキャラクターでやってましたので。めっちゃ分かってくれるいえ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 、そう言ってるけどまだ独身ですけど何か
そうだった。笑いすぎです。いや、笑いすぎやろ、美咲ちゃん。いや、だってこの間ピンクさんあれでしたよね、あの大村市も婚活を進めようって言ってちょいちょいあるじゃないですか、婚活イベントが。婚活イベントがあるんだけど年齢制限でピンクさんが行けないっていう。あのね、44までとかが多くて45以上がなかなかないのでね、それも改革として45以上の男女で集まるような、なんか年齢詐称みたいなやつでいけないですかこれが無理みたいですね。しかもその内容を市議会の一般質問で言ってましたよね。ええ、言いました言いました言いました。あ、で生放送で見ました前回美咲ちゃんに聞いたんですけど、はい、今ピンクさんがおっしゃったようにこう年齢制限だったりとか、そもそもちょっとこう恋愛がする機会がちょっと難しいのかなって思うんですけど、コツとかってあったりしますか？ああ、なるほどなるほど。彼氏を見つけるコツみたいな。はい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 。コンパって行きます？合コンですか？合コンですね。自分はあんまり行かないです。あのピンク東京にいる時週8で合コンやってまして、もうそれも合コンとは言わずにツアーって言ってたんですけど、なので1日はあの 2days っていうのがあって、7時から で10時から12時までのダブルヘッダーっていうのがあったりしたんですけど、コンパとかでモテるコツっていうのがあって、これ男性のあれなんですけど、大人数でいるときはボケる人がやっぱりモテるんですね、みんなの注目を浴びるので。ただ2人っきりで男子女子で会うときは男子がこうツッコミ側に回った方がモテるという。へー。例えばツッコミ何でもいいんです。そのちょっと髪型変わったとか、こっち側からいろいろとついてあげる、こここぼしたよこぼしたよとか、いろんなツッコミを入れることによって相手が、あ、私を見てくれるって思うんですって。なので、2人で会うときはなるべくツッコミ側に回る、大人数でいるときはボケて目立つ方がモテるというお話をクリームシチューの上田さんから教わりました。同じ事務所に入らせていただいてたので、何かと可愛がっていただきましたかね。あのピンク色の服を結構着てらっしゃるじゃないですか。はいはい。その服の理由を今日知れたのでよかったな今日ね、孔子さんを引き出そうと思ってたんですけどなかなかできなかったですねすいません、ちょっと話また戻っちゃうんですけど、長崎とかその大村を、まあ、その盛り上げたいなっていう気持ち、思いがあって、その YouTube で発信していこうっていう感じになったんですよ。あ、そうなんです、そうなんですよ。一応、登録者数とか、ね、視聴回数でもう全然その別に収入を得てるわけではないんですが、せっかくだったらこの YouTube を活用しながら、いつバズるか分かりませんので、何がバズるかも分からないので、大村市の例えば食べ物とか、素敵なスポット、ね、金谷も知ってると思うけど、ガラスの砂浜っていう長崎空港からのそばにですね、綺麗な砂浜があるんですけど、これがインスタである方が投稿したところ、それが世界中で結構バズりましてですね、そういうスポットがあるので、そういうところをこう紹介しながら大村市の知名度を上げていけたらなという、これも夢ですけども、 YouTube を使いながらそう思ってますかね。どれくらいの頻度で収録されてるんですかこれがね、いろいろとございましてですね、例えば議会中に、そういうことをやってると、まあ、怒られたりもするので。怒られることはないんでしょうけど、なんていうんですかね、かっこよく言えば二刀流で頑張ってはいるんですけど、なかなか市議の方をやっぱりきちんとやりながら、空いてる時間でこの YouTube とかっていうのがあるので、今は2ヶ月に一遍とかできたらいいなとは思ってるんですが。撮影は誰かにお願いして、編集はどうされてるんですか？これね、編集が孔子さんと一緒で全くノータッチです。なんで孔子さんの情報そんな知ってるんですか見ました見ました、全部最初のやつも孔子さん働きなさいよめっちゃ言われる言われとるわ。編集はですね、それなりのプロの方にちょっとお願いしてやってもらってます。あ、そうなんですか。そうなんですよ。ね、仁さんお分かりだと思うけど、編集大変なんでしょ？あ、ちょっとしんどいですね。本当に講師さん手伝ってくれたらめっちゃ助かるなと思う。いやー、僕が作るよりやっぱり、うちは仁さんが作った方がいい映像ができるので、そこは講師さん、はい、
その通りでございます。ありがとうございます。いやいや、どっち？やっぱりあのね、向き不向きとかあるので、得意な方がやっていただくっていうのがね、一番だと思うんで、あの、ジンさん今後も頑張ってくださいね。はい、こっちの仲間かなと思ってたら、なんかそっちの仲間だったちょっとびっくり。全然、講師さんよりです、講師さんより。講師さんのものだと。カネヤンとピンクさんの出会いってそもそも何だったんですか？地元のお祭りだよね。地元のお祭りですかね。それはフラワー大賞してる時。元はというと、その時ですよ。ピンクが、はい、東京から大村に戻ってきた時にフラワー大使のオーディションを受けまして、はい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 、あの男性ダメとは書いてなかったので、うんうん、ですね、フラワー大使になれるんじゃないかと思ってオーディションを受けた時が初めて知りましたかね、はい、金谷のことを。その時私が現役で翌年度を決めようっていうオーディションの時にピンクさんがこのお洋服を着て、あ、このお洋服が間に合わなかったのか。そうなんです、洋服が間に合わなくて、勝手に作ったフラワー大使っていうタスキをかけてオーディションに臨みましてですね、見事落選いたしまして、その時に、あ、大村にこんな美しいビューティフルな方がいるんだと、その時、カネヤンを初めて見たのがその時でしたね。めっちゃ笑ってるじゃないですか。めっちゃ笑ってるじゃないですか。で、嘘は通し続けましょう。いや、そう思ったんですよね。そこから縁で地元のお祭りがあって、その時に、あの、一緒に司会をやらせていただくようになったりですかね。とか、あの、地元のケーブルテレビ、地元のテレビでも、あのお互いそれぞれ出演させてもらったりしてますもんね。へえ。自分と甲子さん、あの諫早の出身なんですけど。お、はい、諫早ですか。実は。ええー。大村ってなんかすごいいろいろやってるじゃないですか、そういうイベントとか活動とかって、はいはい、なんか諫早は全然なんかあんまりそういうのやってるイメージが住んでた時かあんまなかったんですけど、なんかあの諫早の市長が最近変わったので。変わりましたね。ちょっと諫早の雰囲気が変わるのかなっていう風な感じはしてますけどね。そうですね、結局ね、隣の隣接した町なのでね、なんかこう一緒に盛り上がっていくのが一番いいんですけどね。ビファーレンの球場も一応諫早ありますしね。ビファーレン見に行ったことあります？ありますよ、最近。ああいうなんかいろいろ弱い。あ、弱いんですか？あのピンクずっとサッカーやってたので。あ、そうなんですか。そうなのでね、大好きで応援に行くんですけどね。どんな感じなんですか、成績あんま良くないんですか、ビファレン今。今2勝3敗とかかな。去年はずっと1位だったのに今は9位とかなのでね、ちょっと盛り上がってほしいんですけどね。お二人はビファーレン見に行ったこともちろんあるんですよね。自分はトレーニングジムにずっと通ってたんですけど、なんか諫早のそのトランスコスモススタジアムの1階にジムがあるのご存知ですか？はい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 。あそこにずっと通ってたんですよ。ビファーレンの選手とかもあの一緒にトレーニングとかたまにやってたりとかしたんですけど、多分誰よりもトランスコスモスタジアム通ってたんですけど、サッカーは1回見に行ったことないです。ないんだ。ほんでジンさん今タクトレしてるんでしょ。タクトレ、タクトレです。あ、タクトレご存知ですか、やっぱり。知ってますよね、言いますよね、タクトレって。まあタク飲みかタクトレ、そうだね。よかった。そうなんだ、有名なんですね、タクトレっていうのは。タク飲みとついを出すみたいな。まあタク飲み、そうですね、タクトレになるかな。でも諫早市、あの思い出があって、ピンクがその初めてあのなんていうんでしょう、女性と、うん、口接吻したのは諫早なんです。私その情報いります？諫早少年自然の家でね、あのそれ何ですか？留学2年生の時にね。あ、宿泊学習みたいな時なんです。それです。中学2年生の宿泊学習の、朝5時に待ち合わせして2人でちょっと散歩した時にちょっとこうキュッとこう。あ、青春じゃないですか、それ。めっちゃ青春じゃないですか、それ。すいません、いらない情報でしたかね。あんまりそうですね。
でも、甲子さん嬉しそうですけどね。嬉しそう。いや、接吻ってワードにしたのがちょっと生々しすぎて、ちょっと。東京から見る長崎ってどうなんでしょうかね。というのも、やっぱり東京で流行ったものの2年後ぐらいに、やっぱり長崎の大村ってやってくるイメージというか、例えば、カネアも知ってると思うけど、食パン屋さん。はい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 。ちょっと高級な食パン屋さんがね、今ちょっと長崎の大村市にはこう、ポンポンポンとできたりするけど、確か東京にいた時3年ぐらい前に、その東京とかではちょっと食パンの高級な食パンなんていうのが流行りだしたとかっていうのもあったし、タピオカとかもそうなんですけど、ちょっとやっぱり 2,3 年遅れて大村とか、まあ、長崎に流行りだすみたいな、やっぱりちょっと傾向があるのかななんていうのがあるのでね、やっぱりそういうのって若い人の数にも寄ってくるのかなと思うんですが、オンラインそのデジタル化が進んで情報の入り方だいぶ早くなりはしてると思うんですけど、やっぱりじゃあ自分が東京来て感じたのは、オンラインでつながってるから情報ってすぐ入るじゃん、地方にいても入るじゃんと思ってたんですけど、実際東京に住んでるとその情報の入り方がやっぱ結構違うんですよね。なのでやっぱ実際に住んでるのと住んでないのとでは多分入り方が違ってくるのかなと思って、まあでも東京も言うて海外のものが何年か遅れて入ってくる、多分それはそうですね、そうですね。2人はまだお若いんですけど、いずれですけどこの長崎諫早に戻ってこようかなっていう気はあるんですかね。僕は30代の時とかは全く帰る気はなかったので、正直言わせてもらうと東京で死ぬつもりもないし、長崎に帰るつもりも特にないです。あれ？いや、なんか自分がやってる仕事のあれかもしれないですけど、あんまりこう住所が必要ないっていうか、だからこう拠点がここっていうのは特にあんまりこう深くは考えてない。そうですね、僕も同じで東京にいないとできない仕事っていうわけでもないので、やろうとして、旅行とかも結構好きだったりはするので、各地を転々としながら生活したいなとも思ってますし、もちろんその地元の長崎の方にも帰りつつ活動していけたらなと思います。ピンクさんが東京住んでた時ってどうでした？ストレスとかたまんなかったですか？やっぱり一番違うなと思ったのは、こっちに帰ってきてですけど、隣近所の人とのこの接触度合いが全く違うというか。ああ確かに東京にいると本当にその隣の人何する人ぞで本当に全く知らなかったんでね、その回覧板があるわけでもなく、なんかお知らせをお互いね、醤油とかを借りに行ったりすることもなかったのでね、なのでこっちに帰ってきてやっぱりそういう田舎ならではのつながりっていうのはやっぱり東京とかではなかったなっていうのは感じますかね。自分の肌感ですけど、なんかずっと東京いてもやっぱり疲れるし、とはいえずっと地方にいてもそれはそれでのんびりしすぎて、はいはいはい、怠けてしまうっていうのがあるんで、まあこう1ヶ月で言うと、まあ、半分半分ぐらいの生活がすごいなんかモチベーション的には一番いいのかなっていう感じをしてました、うんうん、なのでおっしゃったようにね、今後多分東京とか長崎で行き来しながらお仕事をテレワークでできれば、そういう生活も増えてくるとは思うんですけどね、若い人たちに。なんか本当私はよく思うのが、この時代に生まれたからこそできる職業につけているなっていうのがあって、これが多分10年前だとそのお仕事が存在したかというか、何ですかね、あったんでしょうけど、うん、自分が慣れたのかどうかって思うと、なんか時代の移り変わりとともに仕事もいろいろ変わってきてる、仕事の種類がすごい増えてきてるなというか、そういうの感じますね。だからこそ市議会議員とお笑い芸人の2つっていうのもやっぱ今の時代にすごい合ってると思いますし、そうね、結構全国的に見ても元芸人さんが議員やられてる方もやっぱりいらっしゃるし、やっぱりね、時代時代に合った働き方っていうのがあると思うのでね、それになんとか皆さんのようにクリエイティブな人にこうついていこうとしないといけないなっていうのはこう重々感じております。真面目なこと言うと笑うのやめてもらっていいですかね。また話いきなり変わるんですけど、
はい、長崎の、今日コロナのニュース見ましたか、皆さん。いや、見てない。長崎でこの試作というか、どんな感じで今コロナを進めてらっしゃるんですか。そうですね、長崎は全国的に見たらまだまだ抑えている方なので、今日の時点でも、17人かな、長崎県内で。そうですね、今日で19名なので、ちょっとやっぱり増えつつあるので、ただだからってこうみんなで観光も行ったらダメってなると、今度はまたね、経済の方がちょっと落ち込んでしまうので、長崎ではまだ旅行に行くとキャンペーンとかでちょっと割引しますよみたいなのはまだ続けてはいらっしゃいますかね。今日それこそその第2弾っていうのが開始されてはいるんですけどね、観光業で。観光業の方々がすごい苦しんでらっしゃるじゃないですか。はい。特に地方の方とかもそうですけど、コロナが効いたことによって IT 化がめちゃくちゃ進んで、コロナが明けた先に今までこうコロナで溜めてたストレスをみんなこう爆発させるかのように旅行とか行くと思うんですけど、そのコロナが明ける前に地方の方でそういう観光業の方々がまあ力つけていくとすごいいいのかなって思ってて、だからそういうところで SNS 使ったりとか、なんかそういった知見をなんか共有していければいいのかなっていうのは思ってました。いや本当におっしゃる通りでね、そういう同じ思いだったので、今回、21市町で観光動画を上げて、コロナが明けたら県外から、コロナがまだ落ち着かなくてもこの県内だけでもみんなでこう旅行し合おうねっていう思いで、今回みんなで観光リレー動画っていうのを作ったので、そういうのがどんどんちょっと広まっていけばなという気持ちはちょっとありますかね。長崎県のなんか人口離れがワースト2位か1位かになるかな。うん、そうですね。長崎県長崎市がワースト1位だそうです。1位。なんか福山雅治さんとかが、皆さんでさだまさしさんとかが組んで、ちょっと長崎を盛り上げようみたいなこともやられてるので、ぜひ若い人たちの力でつながることができれば最高かなとは思うんですけどもね。なんかこう盛り上げるって結構いろんな方々がおっしゃられるじゃないですか。はい。でも 割とそれ盛り上げるってだいぶ抽象的だったりするじゃないですか。はいはい。で、なんかまあこういういいところがあるよみたいなプロモーションって、まあ、できると思うんですけど、はい、具体的にここを解決した方がいいよねみたいなところってなんかピンクさんなりにあったりしますか。僕が思ってるのは、はい、やっぱりね、Wi-Fi の設備っていうことに関しては、今後コロナ禍が例えば終わった後でもやっぱりインバウンド海外から来る人が絶対増えてくるので、そのためにはですね、その大村もそうなんだけど、やっぱり長崎県でこの Wi-Fi の設備っていうのがやっぱり少なすぎるかなっていうのは、こっち帰ってきた時に一番最初に思いましたかね。確かにそれで言うと東京の中心部だけかもしれないですけど、なんか普通に街歩いてるだけでももうナンテラシティ Wi-Fi みたいな、でもそれだけでだいぶ助かりますもんね。やっぱり海外から来る人もね、やっぱり Wi-Fi 設備がないとどうもこうにもできないっていう方がやっぱいらっしゃるので、それこそ長崎県は長崎市もそうですけど観光の町なのでね、こう Wi-Fi 整備がまず整う、もう今から準備はね多分必要だと思うので。自分諫早のめちゃくちゃ田舎の方住んでたんですよ。山の中で長田っていうところなんですけど質問さ、はい、ネットが通ってなくて、通ってないっていうのはあれですけど、なんか光回線とか通ってなくて、はい、まあ、要はその昔の ISDN っていうなんか電話回線を介してつなぐすごい遅いネットがあるんです。それぐらいしか届いてないようなところに住んでたんですけど、使えないからもうそれが遅すぎて、もう iPhone のテザリングとかをして使ってたんですよ、住んでた時は。でもそれでももう仕事にならないから、 Wi-Fi が夜使えるとこを探して、それが最寄りが大村のスターバックスだったんですよ。大村のスターバックスに行かないと Wi-Fi 使えないんですよ。でそれぐらいなくて、諫早も。しかも諫早から大村に行くのって割と時間かかるじゃないですか、40分。うんうん、上がったからだったら結構かかりそう。そう、4、50分ぐらいかかるんだけど。だからもう今まさにそのピンクさんの話聞いて、本当に Wi-Fi 問題に関してはマジで早急に解決した方がいい気がします。そういう若い人からやっぱりそういうお言葉をいただけると、あ、間違ってないなって確信ができるので嬉しいですね。
やっぱ必要ですよね、Wi-Fi はね。話いいと思ったんですけど、その Wi-Fi の設備の増設じゃないですけど、いろんな箇所に Wi-Fi 増やしていくのと、僕たちクリエイターとかがそのコロナが収まった時に人が集まってこれるような長崎の広告じゃないですけど、うん、っていうのができたらいいなは思ってます。本当にこうやってつながるだけで何か今後あった時に、あ、ちょっと相談しようとか、そういう東京の情報を聞きたいなと思ったらお二人に聞くとかですね。で、お二人もね、なんか大村とか長崎の情報って言ったら、カネヤンとかピンクに聞いていただいて、そのやり取りだけでももう全然前進はしていくんだろうなという気がしているので、こういう番組をぜひ作っ、バズっていただきたいですね、この番組が。ピンクさんの力ぜひお借りしたいなと思った。何を、本当にこれぐらいしかないですけども。カネヤンの方がね、力、権力あるんだと思うんだけどな。権力どういう…何ですかねえ、やっぱりその大村代表しても、いろんなとこで活躍されてるんでね。やっぱりね、フラワー大使の面接をね、オーディションを通過するっていうのはですね。え、なんすか、え、そんな難しいの？ちょっと俺も応募したいんだけど。星さんと2人で。大村フラワー大使。え、東京に住んでても行けるんですか、それは。あ、ダメだよね、大村在住じゃないとダメだよね。大村で職場があるとか通ってるってことがあったらいいらしいんですよ、ね、そうだそうだそうだ。あ、じゃあちょっと応募しておきますね、これが終わったら。残念ながらこの間お披露目が終わったところで。あ、終わったんだ。来年度になっちゃうね。来年か。ピンクさんはもう応募されない。職業的にダメなのか。あ、そういうことか。そうですね、そうですね、おそらくダメですね。東京に来た時に思ったのが、最近東京って何でもあるけど何にもないなっていうのがあって、うん、っていうのが、東京にあるものってこうみんな一生懸命こう地方のいいものだったり上質なものを一生懸命作ろうってしてる意欲があるから、こう物を作ったり形にしたりっていうのは素晴らしいものがたくさんあるから、うん、何にもないけど、何にもないからこそみんなこう作っている意欲に燃えてるんじゃないかなっていうのを最近ちょっと感じました。私の目線ですけど、価値を生み出すための勢いというか、そういうふうに思って、だからこそデザイナーしてて東京に来た時はいろいろ感動したり感じたりするものがあるなっていうのは、デザインもだし形もだし、その情熱的な部分だったり、そういうのが東京にはたくさんあるなって思いました。ちょっと真面目な話しました。いやいやいや、東京はね、やっぱ刺激がありますもんね、いろいろと。いいとこ悪いとこ、うん、両方ありますけどね、まあ、東京も地方も、うん。やっぱりこのコロナ禍まだ続く中で、デジタル化っていうのもすごい加速し続けてるんで、その中でいろんな新しいものを開拓しながら、東京を拠点に長崎の人たちと協力していければいいなって思ってます。いや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 、素晴らしいですよ。こういうね、例えば Zoom とか使って、大村の特産品とかを紹介したりだってできるし、だからもうね、コロナ禍の中でも何かこういうのを利用しながら活用しながらやっぱやっていかないといけないと思うんでね、こういうお二人みたいなクリエイティブな方々がここから多分力発揮する時だと思うんでね。だってピンクさんの今日の背景設定について結構3、40分ぐらい私教えましたもんね、ズームについて、はい、なんでなんかそれくらいなんですか、ズームとかっていうのに親しみがあんまりないじゃないですか、こっち。あー、え、あれみたいな顔してる、あれみたいな顔。いや、教えたくないですか。そうなの、いろいろ教えてもらう、背景の仕方とかね、いろいろとね、実はカネヤンさんから設定するっていうところからスタートなんだよね。Zoom 例えばしようってなった時に、うん、それを普通のテンションで東京の感覚で言われちゃうと、マジでマジでパワー使えますよね。あ、そういうことか。そういうことね。わかりました。今度からじゃあ、ちょっとこっちで。いや、これ地方の現状の共有として、こういう人が多いような気がする。なんか、ズームの使い方講座みたいなのあったらいいかもしれないって感じ。あ、それもいいかもしれない。いやー、おっしゃる通りで。なんか知りたいコンテンツあります？ピンクさんの最近わからなかった機械の。あ、でも、昨日のピンクの仕事、はい、一人称ピンクなんすみません、一人称ピンクでちょっとびっくりしちゃって。ピンクなんですけど、はい、昨日の仕事が、仕事っていうか、はい、80歳のおじいちゃんに LINE で友達申請する
やり方を教えに行くっていう。でもこれすごく大事なことで、おじいちゃんとか最初から LINE とかやらないっていう人もいる中、そのおじいちゃんはこの LINE で友達申請したいんだけどっていう、そこがやっぱり大事だなと本当に改めて思ったので、こっちではなかなか当たり前じゃないのでね、1から0から教えていただけるようなこういう講座とかでもいいのかなっていう気はしますけどもね。確かになんかそういうわからない人たちにそういうなんか自分たち知識共有して、それでなんかこうなんだろうな、できることが増えて、でそこからつながりが増えていくっていうのはすごいいいかもしれないですね。あれですよね、その大村の例えばそのシーハットって結構でかいじゃないですか、シーハット、はい、あそことかで例えばうちのジンさんを飛ばすので講演会をする、でも全然なんかそういう知見は広がっていく糧にはなるのかなっていう。そうですね、おっしゃる通りで、だから SNS 効果みたいなね。うん、4人でやりましょう講演会を。その時の撮影の編集はジンさんにやってもらいますか？わかりました。僕がやりますね、その時は。お願いします。ピンクさんの宣伝とか、もしなんか最後に伝えたいこととか、もしあれば。あ、本当ですか？はい、全然大丈夫です。全然大丈夫です。どうしようかな。ジンさんの好きなコウメアンの話もちょっとあったんですけどね。よく見てますね。ちゃんと見てるじゃないですか。うどんでしょ？うどん。はい、コウメアンめっちゃうまいですよね、あれ。だからその、長崎 YouTuber 界の中に、コウメアンの娘さんの旦那さんがいます。へえ。そうなんですよ。せっかくなんでピンク堀内の YouTube でですね、今回ちょっと議会も終わった後なので、ちょっと立て続けに3本ぐらい動画を撮りに行きましたので、で一つはですね、大村で昆虫が食べれる自動販売機が。へえ。うっそー、金谷知ってる？知らないですね。今度あげる、コオロギあげる。コオロギくれるんですか？ありがとうございます。コオロギのオスとメス。ピンクさん、自分も欲しいです。本当ですか？コオロギ欲しいです。見せればよかったな。レポ、食レポ。あ、そう、今度じゃ金あるからこの番組で食レポしなさいよ。あ、確かに食レポめちゃくちゃ得意らしいんで。絶対やる、絶対やだ。めちゃくちゃ得意らしいんで、じゃあ金あんさん、じゃあちょっとコオロギの食レポ。コオロギ。お願いします。で、講師さんには、タガメのソーダ送りますわ。タガメのソーダですか？え、全然想像できないんですけど、タガメのソーダですか？タガメのエキスが入った、ソーダがあったんです。形として見れた方がまだいいかもしれないですね。正解ができないので。っていうですね、大村、長崎では、2店舗しかないんですかね、そういう昆虫食が食べれる自動販売機というのを置かれたところがあるので、そういう動画を紹介したり、最初に言いましたように、やっぱり大村市の魅力を余すことなく紹介していきたいなとは思っているのでですね、ぜひこの番組を登録していただくということで、現在395人しかおりませんので、今日で96、97、98になるということで間違いございませんでしょうか？間違いないです。っていうか、金谷、うんってことは今入ってないの？いや、いつもあれから飛んでます。Facebook のリンクから飛んでます。出たよ。大村愛とか言いながら、こういう子がいるんですよ。お二人どうですか？私のチャンネル登録してないでしょ、これ。あ、してない、ね、確かしてないや、してない。ピンクさん、本当にありがとうございました、今日、わざわざ。すみません、こんな話でごめんなさい、ありがとうございます、楽しかったです。すごい楽しかったです、またお話しましょう。いや、ぜひぜひ、番組以外でもお友達になっていただければ。はい、あ、ぜひ。すみません、本当にありがとうございました。ありがとうございました。